さあ行きましょう皆さん。またこの何の工夫もない喋るやつでございますけれども、なんかちょっと違う面持ちで今日はメガネ君が来たんで、また対応しようかなと思いますけれども、まあなるべくね、いい話題だといいなと思ってますけれども、メガネ君こんにちは。あ、こんにちは。だから固くない？固くないですけど。おかしいでしょ、なんか雰囲気。始め方の問題じゃないですか。あ、僕のせいか。そうです、話の振り方的なもんね。そうだね、僕もうまくできてるかって言われたらそうじゃないからあれですけれども呼びましたね、また。そうですね、はい、お金の話ですか、ま、たお金の話は またいつもの感じなんで、今度にしといて。お、違う話。はい、まあ、結局インストラクターさんにね、大事なことを発信していきたいとは思ってるんですけど、はい、やっぱりお金だけじゃないと思うんですよ。確かに、はい、そうだそうだ。お金以外 そのインストラクターに大事なもの、その本質的に大事なものっていうのを、うん、まあ、これからいろいろと聞いていきたいなと思ったので、うん、今日はお呼びしました。おお、じゃあもうあれが辺が違うわけ。そうですね、お金編じゃないって。お金編じゃなくて本質編ということで。本質編、はい、もうこれからやっていくんですか。はい、ちょっとシリーズ化するかどうかもうね、新平さんがどんだけ話せるかっていうところに決まってますけど、もう限界が近いけど限界が近い始まる前に限界が近いですが、はい、わかりました。いきなり本質は話す、いきなり本質を話す、まあ、ちょっとここでちょっと新平さんにね2時間とか、ね、語られてもちょっとあれなんでまあ、ちょっとずつね小出しに聞いていけたらなって感じです。 ありがとうございます、はい、なるほど、了解しました。はい、はい、で小出し、まあ、本質はいつもずっとね、やっぱりこの仕事をさせていただいている上で本当にずっと常に考えるようにはしてるんですけれども、まあ小出しか、小出しだとどの辺から始めるのが良さそうですか。そうですね、やっぱり、まあ、JWI がというか、まあ、前のアファージャパンというか、この会社自体が知ってる人も知らない人もいると思うんですけど、そのアファっていうグループフィットネスの資格から始まって、あ、まあ、その今までも長いことやってきてるんですけど、うん、まあ、やっぱりその始まり のブランドということで、うん、まずアファっていうのは何なのかって、うん、そもそも、おー、はい、っていうのをちょっとお聞きしたいなと思いまして。結構責任重大なやつですね。そうですね、もう30年の歴史に口を開く感じなので絶対アファは何ぐらい出てるよね。てか知らないの、アファ、アファとはみたいな。めっちゃ機械的な答えであれを受ければ、はい、ね、グループフィットネスの資格でその、はい、アメリカで生まれて、はいはい、世界73カ国、うん、まあ、ちょっと間違ったら申し訳ないんですけど、はい、30何万人が取得してます、はい、世界最大の、はい、グループフィットネスのライセンステスト、はい、ホームページに載ってるんですけど、はい、それは私も知ってます。なるほど、はい、それで終了。じゃあ終了でいいんですか。ダメなんですか。終了でいいのかはちょっとわからないですけどそうですね、まあ、インストラクターがさんがね、このまあ、なろうと思った時とか、その最初にインストラクターの登竜門とかって言われてるような資格だなと思ってて。ああ、なるほど、うん、それで合ってるんだったらもうそれで私たちもそれでやっしゃいくぜっていう感じで、あ、お客さんにもお伝えしていくんですけど。なるほど、登竜門じゃないですね。登竜門じゃない。登竜門は登竜門かもしれないけど、はい、登竜門的なあれもあるけど、はい、僕的には違うな。あ、違うんです。はい。僕的にはですよ。もう登竜門にもなれるけど、はい。ちょっと待ってくださいね。もう一発で示せる。いや、この間ちょうどアーファのアメリカの本社に行ってきたんですよ。はい。だからそれをお見せするのが一番手っ取り早いんじゃないかなと思うんですけれども。これですね。これをメガネ君に見せて、はい、みんなに見せないっていうのはちょっとダメだと思うんで。そうですね、見せてやる。皆さんごめんなさいね。まずこのナスムにびっくりすると思うんですけれども皆さんご存知の通り、
アファは何年前でしたっけ？7年前ですね。7年前か。2015年なの。うん。ナスムと統合して、まあ同じ会社の中であれしてるんで、ナスムが目立っちゃってるんですけれども、まあアファというのがここにありまして、で、これをね、こう、お、やべ、もう完全にこう手作り感の、ね、アファがこういう風にあって、僕が言いたいのはここですよ。この、その下にある文言。感じでわかるかな？もうあれだったらテロップ出しますね。Elevating Today's Fitness Professionals。アファーは何ですかって言われたらそう言ってください。ちょっと、スラスラ言えるかわからないですけど。ちなみにどういう意味なんですか？意味わからないですか？ Elevating Today's Fitness Professionals。すごい雰囲気はなんとなくわかるんですけど。あれですよね。フィットネスのプロフェッショナルをエレベーティングするってことです。なんかノを英語に挟んだだけで。はい、そう、あのエレベーター、エレベーターはあります、ね、エレベーターはなんか上に行ったり下に行ったりするから、はい、下にも行けるもんだと思うけど、エレベートっていうとね、はい、上に行くっていう意味なんですよね。なるほど。基本的には、はい、で Today's Fitness Professionals とはい、いうところで、まあ大体のあれは合ってるか、のだけしか言わなかったけど、まあフィットネスプロフェッショナルズっていうのは、はい、フィットネスインストラクターさんだとかフィットネストレーナーさんだとかのことを言いますよね、はい、を次のレベルへ導く、次のレベルへ持っていくっていうのがアファです。なるほど、うん、だから登竜門ってそういう意味じゃないですよね。なんか登竜門だとそのなんていうんですかね、最初に超えるべきハードルみたいなイメージありますね、うんうん、そうですよね。ごめんなさい、登竜門を辞書で調べてないんで、はい、なんか間違ってたら申し訳ないですけど、ここでは最初の、はい、最初の関門、うん、最初の関門っていう意味合いで使おうと思います、はい、なのであれば登竜門ではない、登竜門にもなり得るけど、うん、でここでアメリカが作ったこのボーンって提示してるのが今のフィットネスインストラクタートレーナーを次のレベルへっていう意味合いのこのエレベーティングトゥデイズフィットネスプロフェッショナルズで、さらにここ行ってね、社長さんとも話してこれの話題にもなったんですけれども、トゥデイズの意味ですよね。結構深いんですよこれ。今日のじゃないですか？今日のじゃない。今日のじゃない。今日のなんだけど、今日のなんだけど、2つの意味が入ってるんですよね。で、1つは、はい、要はエレベーティングフィットネスプロフェッショナルズでもいいわけじゃないですか。まあ、なんとなく意味伝わりますね。意味伝わりますよね、はい。フィットネスインストラクターを次のレベル、はい、上げると。上げるという意味なんですけど、そこに Today's が入ると、はい、結局、まあ、一つは最新のっていう意味になりますね。最先端の。うん、なるほど。だからこれ Today's っていうの、これごめんなさい、何をお見せしたかっていうと、これアファとナスムの本社の、エントランスの横にあるまあ大きなこの看板なんですけれども、アリゾナに本社があって、アメリカのフェニックスっていうところにあるんですけれども、の入り口の横で、僕これ大きさで言うと、僕の立ったら僕の頭がナスムの N に届くかどうか、アファと同じぐらいの、あれですね、大きさの。だからすげえでかい看板なんですけど、まあそれがあって、で、これを、要は今日見たら、Today's で今日じゃないですか。で、明日見ても Today だから明日のね、Today だから明日になってるわけじゃないですか。だから、結局常にやっぱり最先端の、ものを提供してるんですよね。その内容をしっかり常にアップデートをかけて、提供してるっていうのがアファで、もう一つの意味合いは今日、昨日じゃない、なんで昨日じゃなくて今日なのか、最新以外の意味だと、まあ、昨日ね、こういうことは言わない方がいいな、まあまあいいや、言うと言うと、昨日死んじゃった人もいるわけじゃないですか。今日って言ったら今いる人たちみんな、はい、で今日ですよね、はい、だからみんなっていう意味もあります。うん、うん、だからフィットネスインストラクターとか、トレーナーとか、全ての人に向けたっていう意味合いもあります、
でもなんとなくこの文言から受け取れるのは、はい、登竜門だと多分ここに書いてあるのは Let's become fitness instructor じゃないですか。わかりやすいです。わかりやすいですよね、はい、インストラクターになろう、はい、そのためにはアファを勉強しよう、はい、じゃないんですよね全く。なるほど、うん、今あなたインストラクターです、はい、それが次のレベルへお届けします、それがアファでございますっていう立ち位置なので、これからインストラクターになろうって思って勉強するのはもちろんありだと思うんですけれども、はい、ここから読み取るのはそっちじゃない、うん、全然そっちじゃない。どっちかっていうと、はい、今いるインストラクターの皆様、さらなる高みへ行きましょうっていうのがアファでございます。なるほど、うん、なのでアファとはそっちを言ってほしいです。わかりました。世界何カ国とか、はい、そういうのはまあ置いといて、まあ、そうですね、ちょっと覚えられないですから、ね、っていうかまあ そっちがないとね、はい、あのさらなる高みへレッツゴーだけ言ってもしょうがないと思うんですけれども、はい、まずみんなにお見せしたかった、ね、とはで聞かれるとお見せしたいのはこれかなと思いましたので。なるほど、言ってみてください。わかりました、今言ってみてください。アファとはインストラクターを次のレベルへで大丈夫ですか。はい、英語、はい、英語は英語はエレベーティングトゥデイズフィットネスプロフェッショナルズ。はい、はい、その気持ちを忘れないで頑張っていきましょう。はい、ということで、何編って言いましたっけこれ。本質編です、ね、本質編、はい、わかりました。続くのかもしれないですね、はい、続くか続かないかは清水さんにかかってる感じですわかりました。じゃあ精一杯みんなのために頑張るんで、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼いたします。